はい。で、全然めくれない。見た方がいい。どう？ちょっといい感じ。ちょっとめくれます。はい。じゃあ、これを見ながら先生たちが映像を見ながらやる、ね。文字読むよりね、楽なんですよ、こっちは。百聞一見違うって本当だよね。これを例えばさ、何にもかん、あ、これ喋っちゃダメ。そうです。そう思ったもんだよね。入っちゃうの。はい、OK です。じゃあお願いでいい。はい。そうそうそう。あ、ごめん、これね。ごめん、これさ、一人。あ、ごめんなさい。そうそう。だよね。うん、ごめん。やってみて、ちょっと。作業をちょっと取るから、はい。これで、うん、これを切ればいいんですよね。そう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 。もういいですかね。うん、おー、いいっすね、その反応。おー、そうそうそう。うまいうまい。こういう、こういうんですよ。いやー、感動スイーツみたい、スイーツ。スイーツの柔らかさ。あ、で、硬くなってくる。硬くなってくる。なるほどね。あ、でもなんか。やばい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 。やばい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 。アクシデントもね。そうそう。気持ちいい。換気扇もしてる？そうそう。言ってる意味わかるよね。分かった。うん、で歯を十分出して、まあ青い日で、青い日青い日。まあそんな慎重やんなくてもあのガーッと加熱し、歯をもうちょっと出してもいいんじゃない？そうそうそう。歯をね、十分出すというの。はい、そう。はい、スーッと。そこ外すとこ。おきれい。気持ちいいね。はい、じゃあそれ外してみて、手で。お、すごい。きれいに食べる。いや、これしまうの。ポンって。うん、そうそうそう。はい、外れました。はい。どうですか。いい感じですか。似てます。いやー。L 字管の。でもなんか出てきた。太さが6ミリなので、ちょうどそこに合うぐらい。あ。いい感じでいくでしょ。粉出てきた。いいよいいよ。あ。いったかな。L 字管がある。もうちょっとですかこれ。L 字管。L 字管ちょっと合わせてみて。穴。ここが合います。はい、そうです。全然足りない。はい、イエス。あ、もうすごい簡単に、そこにちょうどね、この大きさがあった。これをここにキュッ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 って感じ。そうそうそう。うん、これでこれで OK です。はい、いけるかないです。線が導線がね引いてあって、あ、ここ導線か。そうそうそう。あ、これでね、結局ね、4枚取れるのよ。でこれ半分で切って1人ずつ、はい、2枚ずつだから電極だから、ああ、なるほど、プラスマイナス、プラスマイナス ねこれから切っていきます。はい、はい、じゃあ電解メッキをこう作ります。そういいですよ。これ何を今何をいやいや雑な目標にやってるんですか。もうちょっと下の方まで、そうそうそう、あ、そうそうそう、あの、そう、メッキ液が上まで行くからさ、ギリギリのとこまで行くのね。そうそうそう、行きます。これ今何やってるんですか。電解メッキを作ります。メッキを作るところからですね。そうなんですよね。そこからじゃないと電池は、触媒が、ね、必要だからね。断層を挟んで、これちょっと上出した方がいいですか、うん、上出してここ、うん、そうだね、掴みやすいから下でもいいんだけどね、これ掴むのは下でもいいんだよね。なんか浮いちゃいそう、下までこうほら行った方が、ああ、届く、そういうことだよね、うん、下つかんでも支障ないので、ギリギリのところ、そう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 、はい、固定してください。はい、で、割り箸とビーカーを、ね、こことここかな、固定していきます、うん、なんか見苦しいな、見苦しいな、見苦しい、いやいや、見苦しいっていうのはガムテープがちょっともうちょっとこう可愛いガムテープの方が良かったな、色が可愛く切って渡そう。白はあったんだけどね、白これだと思う、ビニールテープはね別の時につけよう。あ、うん、ちょっとガムテープが耳っちいっていう。いや、でも、はい、映えてきたよ、オッケー、貼り方です、ね、
でこっち接続してくる。これが両極になるんですよね。そうそうそう。難しくはなくていい。これこう、プラスとマイナス、これこうやってやるんです。これどうやって使うんだこれ。はい。いいんだよ、うん。当然疑問に思うだろうってことは起こりうるわけだからさ、本番でも、ね、こう曲げて、そうそう、曲げちゃっていいんです。こうですね。そうそうそう。気がついてくれただけでもありがたい。はい。そうそう。これで一応ね仕組みは完成なんですよ。じゃあ次に、じゃあ最初に200をボトルで入れちゃって。はい。そうそう、ドドドって。これは大丈夫ですよ、ドーってね。純粋だから電気は流れないんだけど、まあ大体でいいですよ、もう本当に。180ぐらいにしよっか、じゃあ。200でいいんじゃない、はい、200いこう。100足すの。大体、そう。あとで100を足して、ちょっとこの上になるまでに、洗い、注ぎ入れるって感じ。はい、ここから。そこに、もう一気に入れちゃっていいです。スピード。いきます。右でやったな、右でやったな、右でやった、それでそのまま動かさないでそのまま行ってこっちでチャチャチャっと洗いたい。なるほど、そう、左でやったら欲しかったな。だから左持ってチャチャチャっと洗う方が楽。あっ、あっ、入れちゃった、ここに。ごめん、ちょっとごめんね。はい、じゃあチャチャチャって洗うとこ見せてくれる。こう、そのまま、え、ちょっと、ごめんごめん、動かさないようにして、はい、ここさん、チャーってチャーって、そういう意味だったんですけど、なかなか、うん、なかなか300洗うのって大変でしょ。ね、そう、ちょうどこのねニッケルメッシュの上の方に来るぐらいでちょうどいいです。はい、もういいかな、こっちはね、あとは足すだけでいいか、いいですか。うん、もうあとはほら、ただほらもったいないからさ、300いきます。あ、もう300いった。お、300いって、もうちょっと上まで、この、うん、300とは書いてあるんだけど、一応この上までね、うん、隠れるとこまで入れちゃっていいですか。 あ、いいですよ、うまい、うまい。はい、じゃあその後そっちにガラス棒があると思うんで、ガラス棒で軽くこうかき混ぜてほしいのね。いいですか。はい、 OK です。うん、はい、うん、そういうんです。本当はねマグネチックスターラーでこの磁石で機械でやるんだけど、マグネチックスターラー初めて聞いた。全ての学校に揃ってるわけじゃないので、ガラス棒でちょっとかき混ぜます。今これ電気流れてるのでね、なんかすごく300よりすごく多い感じがしますけど、何か変化ありますか、はい、変化ありますか。何か薄くなりましたね、マラジオが薄くなった。本当に色が、あ、じゃあ薄めて正しい、本当に、うん、本当に水で薄めたからかな。いや、そっちかちょっともういいんじゃない。いや、そのまま続けてくれる。でこのままメッキを続けるとだんだん、ね、色が薄くなってる、ね、色が薄くなるはずなの。若干薄くなってないですか。どうだろう、まあ、言われてみれば目視では確認できない、うん、ちょっと一回止めるね。はい、じゃ炭素棒をちょっと観察してみてください。炭素棒、うん、炭素棒の表面、この混ぜてる状態出るんですか。ちょっと泡が出てる、泡が出てる、うん、ついてる、細かいのが、あ、まあ、ついてるかもしれない。これ炭素棒の表面から塩素が、ね、発生してるはずなんだけど、出てるわ。匂いしない？ちょっと俺の鼻やっちゃってる。なんか消毒塩素臭くない？いや、そこまでしないですこれは本当？え、薄めすぎた？あー、待って、する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 でしょ。あ、するする、え、するする、うん、え、俺ダメだ、嘘ついた。ちょっと手の匂いかもしれない。あ、俺の手がええぞ。え？しない？なんか気持ち、気持ち、気持ちする。すると言われる。はい、ガラス棒は流しに置いちゃってください。で、リード線を外します。ここでいいですか？はい、リード線を外します。リード線外します。それじゃあ割り箸を外します。ガムテープを剥がして、そうそうそう、垂らさないようにして、
ここに入れていいですよ。じゃあこれはね流し。流し。うん。はい、じゃあ洗濯バサミはそのままで廃液をこっちに。はい。一応これは透明になってる前提なんだけどね。あ、こっちは持たなくていいです。はい。オッケー。じゃあ、ここは、ね、さっきみたいにして洗う。あ、じゃあ。そうそう。やっぱりね、右利きかなっていう。そうそう、そういう意味です。これ、ね、洗濯バサミなんでついてるかっていうと、別に理由はない。落ちちゃわないようにっていうだけなんで。大体洗ったら、あ、やっぱりこっちがちょっと足んなかったのね。ちょっと、はい、はい、洗い終わりました。洗い終わりました。これも廃液よね。すぐじゃあ置いてもらって。で、はい、じゃあ外して、手づかみでいいです。あ、手づかみで。もう安全、大丈夫。手づかみで下に凹凸、ここに広げてくれる。で、ハサミがあったよね、さっきね。はい。ちょっと黒くなって、ね。で、ハサミで少し残って線が見えるよね。はい。ね、まず半分で切ってください。どこ切るんだっけ？こっちが、ラインはこっちが右のラインか。ここら辺？うん、こっち側。右のラインだね。右でいいんだよね。右左左かごめん左かごめん2本取るんだからそうだね左がいいんだごめんなさい間違えちゃった、はい、ちょっとごめん間違えて間違えてごめんなさい向きが違ってたこうだあれちょっと待ってちょっと待ってよ俺がいやこれ完全に切断しちゃっていいあしてうんはいはい、来ました。じゃあこっちは1人分ね、はい、でこっちでこれと同じもの作るわけ、はい、だからここもう一回完全に切断してそうこっちは全く同じもの作るそうそうそっちは切断しちゃったんです、はい、触ったとこなんか落ちてるまあまあ見ない見ない見ないこれと同じものを作ればいいけだからここまでさーっとここまではいそう切り落とさないこういう意味完成形見せれば意味わかると思うんだけどどこで切ればねいいかっていうのね、うん、そうそこがそうだね5ミリぐらい残して1センチぐらい残してみてはいでこれでワンセットできましたみたいなでこれと同じことをこっちでやってくださいはいはい、はい、仮止め、うん、うんとまあ、細い方がいいんですけどね。うん、まあいい、まあいいかな。うん、いいっすよ、いいっすよ。こっち側もちょっと仮止めして。そうそうそう。そうそう。暑くなってきたね。止めたいな。はい。うん、はい。で、その次に、電極のどっちか。これをいただきます。うん、そう。お。そうでしょ。で、ここは仮止めしないで、セルロースがあったんで、透明なやつだったんですけど、そいつをかぶせます。あ、これ取ってるよ。はい。はい。うん、セルロースをかぶせます。で、ここで一回また仮止め両方にしてくれる？補足します？まあ、いいや。その手間がめんどくさいんで。はい。出して使ってっていうのダメかしら。はい。はい。テスターもないしね。あ、入ってる入ってる。で、これで今度はこっちの、こっちがプラス極になるね。で、こっちはショートしないように反対側がいいね。あ、こっち側のがスタイリッシュかな。あ、そう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 。こうやればね。多分これ時間的にできます。はい、これで。で、仮止めしてもいいし、そのまま手で押さえていて、そうそうそう。たったこれだけでも電池ができちゃう。これ薄い。これただ押さえてるだけじゃない。だからセルロースを境にニッケルメッシュとニッケルメッシュだけでできちゃうっていう最なんていうの最高のパフォーマンス厚さとかねこう手軽にこれが燃料電池の面白いというか手軽さっていうかね。だからメッキがほとんどメインなんですよ。これでちょっとプロペラが動くところもできます。大丈夫です。はい、はい、じゃあここでもう完全にこう封じちゃう漏れないようにここも全部テープでガタガタしないようにこれちょっとガタガタしてここ全部封じちゃいます、うん、大丈夫いける、うん、でそうだなあとこうプロペラが回る
はい、まあ固定しなくていいか。でここで水素を発生させたいのね、はい、だけどここにね電解液で反対の手が反対だな、うん、左手でちょっとも、うん、そう量はあんまり関係ないので、そうひっくり返してこの間から立てていいよ、立てていいよ、そうダーッとチャ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 、はい、いいです。じゃあここにピペット戻して、はい、燃料庫です。なんとか回ります。3本大丈夫、2人で授業ない。ない。2人で授業ない。はい、いいよ。で、はい。3本。で、これじゃあセッティングして、こっちに。刺して。差し込んで、はい。そう。差し込んで。大丈夫だね。あれから手つかないよね。うん。今のところ。大丈夫ですね。うん。じゃあ、ここに燃料棒をぶっ込みます。はい、ぶっ込みます、はい、ぶっ込みます。で、あとここをつないで、はいはい、こい両手で、うん、そうそう、はい、これで水素が発生してこのプロペラが回る。Thank you.